ある日に昼に昼な昼あ昼ある日にあるある日昼に昼な昼昼にに昼んだ。うん、はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、ちょっと開封動画したいんですけれども、今回はね、こちらということで、はい、ということでね、じゃじゃんとね、ドラゴンボールカードウェハースアンリミテッド、はい、プラスチックカード1枚入り全22種ということでね、こちら新発売ですね、ドラゴンボールウェハースの、しかもねこれ全種オリジナル書き下ろしイラストっていうね、めちゃくちゃかっこよくないですかこれ、これやべえだろっていうね、はい、こういう感じで、で裏面もね、説明文とか書いてあって充実の内容って書いてありますけどね、いやこれ欲しいねこのカードね、ジレンのこの顔もかっこいいし、単品でもジレンいるけどね、このプルマかわいいよね、こういう感じでね、まあこれ全まだ全部載ってないんですけどね、うん、プルマ、はい、これをね、実際にね、開封したいと思います。ではね、早速ね、開封していきましょう。はい、こういう感じでね、入ってますね。絵柄は、この2種類ですね。はい。で、裏面はこう。で、まあ、ここら辺にラインナップ書いてありますね。ゴッドレア、スーパーレア、レア、ノーマルって、やっぱレアリティが設けられてますね。はい。スーパーレア以上はホロ仕様ということでね。シークレットはなさそうだんですね。今回はね。はい。これをね、じゃあ、出しやすいようにね、もうあらかじめ上をね、切っちゃいます。はい。はい。上を、全部カットしました。はい。ということでね、開封していきますけれども、1箱に、20個入りなんで、全22種ってことは全部は揃わないってことだよね。この一箱では揃わないんで、また炙らないことだけを祈ってやりたいと思います。はい。では早速1個目。まあ、この場でもう開け、もう出しますね。こう。出せるかな？どう入ってんのこれ。これちょっと待ってください。あれ？どう入ってんのこれ。あ、入ってねえんじゃねえ？これか。はい、いきます。ちょっと待って、はい、いきます。はい、せーの、1個目ね。はい、せーの。お、スーパー17号。あれ、これスーパーレアじゃん。キラキラしてるけど。あれ、ノーマルだ。あれ ?N だからノーマルだよね。この程度とは期待外れだな。貴様の技は全て見切った。いやーすっごいね、これ解説が載ってるんでね、いやこれはよいいね、コレクションにはいいね。俺ノーマルなのに結構キラキラしてるけど、うん、はい、では2つ目いきます。はい、よしいきます。せーの、ドン。うわ、かっけえ。マジンベジータじゃん。かっこいいこれ。これスーパーレアじゃん。レアだった。あ、これが普通のレアなんだ。うわ、かっこいいこれ。あのシーンだね。はい。サラバダブルマ、トランクス、そしてカカロット。いやー、すごいいいシーン。うわ、これ書き下ろしだからね。いや、すげえ。かっこいい。マジンベジータ。いいね。じゃあ3個目。はい、よし、いきます。3個目、せーの。
これは悟空の GT 版かな、孫悟空、うん、ああノーマルだね、うん、GT 版。オラだってこんなことができんだぞ、はあ、いいね。全部書き下ろしっていうのがすごいよね、イラストが。いやすごい。1、2、3、4個目、はい、よし行くぜ、せーの、じゃん、ゴーテンクス、ゴーテンクス来ました。おー、これはなったらあれやだ、すっごいすっごいすっごい強くなってしまったのだ。いいね、キラキラしてるね。え、スーパーレアってどんだけキラキラしてんの。ここ目、はい、いきます、せーの、うわすっげーキラってる、これ完璧スーパーレア。え、こんなに違うんだ。あ、これはキラキラするわ、すげーキラってる。スーパーサイヤ人4の悟空、わあ、スーパーレア、スーパーレアですね。これで最後だ、くらえ、10倍カメハメハ。もう10スーパー17だったけど、あれだね。うわあ、いいね、かっこいい、すげえキラってる、こんなに違うんだな。はあ、なるほどなるほど。6個目、はい、いきます、せーの、じゃん、あ、パンちゃん、パンちゃんもラインナップされてんだね、うん、これはノーマルだろうな。カツ丼、天丼、親子丼あれ、なんかこんなシーンあったんだっけ忘れしまった。いやー、パンちゃんラインナップされてんね。結構 GT が多いね今回。次7個目。はい。いきます。せーの。クリリン。クリリン。これは明らかにノーマルだな。あ、これは普通のドラゴンボール。無印のドラゴンボール。なあ、悟空。お前、尻尾なんて入ってたのか。すげえ。シンプルだな。はい、次が、8個目、はい、いきます、せーの、ブーブー、ノーマルだなこれ。お前何にして食べようかな、チョコかな、ゼリーかな。マジンブー、あーすげえ、ポピュラーなイラストだね。で、8個目、9個目、あれ次9個目だな、よし行くぜ、せーの、ジャン、おお来たけど、これは普通のレアかな、スーパーサイジン3の悟空レア、スーパーサイヤ人を超えて、スーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。いや、いい、すごい、いいね、書き下ろしだからな、イラストが。じゃあ、左側最後の10個目いきます、はい、せーの、ジャンプ、うわ来た、スーパーレア来た、うわ来たー、ベジット、スピリッツソードかなこれは、うん、スーパーレア、ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな、かっこいい。いやーすごい、はい、ということでね、左側
終わりました。はい、続いても右側いっちゃいます。はい、右側1個目。あれ、まだ身勝手が出てねえな。よし、いくぜ。せーの、じゃん。お、ブルマだ。このイラストかわいいね、ブルマ。7つ全部集めるとすごいことが起こるのよね。無印ドラゴンボールですね、ブルマ。かわいい、この時が一番かわいい気がするな。いや、いいね、このイラストも。はい、じゃあ2つ目。右側立つ2つ目ね。はい、せーの、じゃん。うわー、ゴールデンフリーザ。かっこいいね、これ。イラストがかっこいい、これ。すっげえ。いいね、第7宇宙のリーダーさんの作戦に乗ってみましょうか。すげえ、いいね。じゃあ3個目。はい、いきます。せーの、はい。うわ、ヤムチャ、ヤムチャラインナップされてんだ。このヤムチャかっこいいな。なんかローガ夫婦系。はい、無印ですね。はい、久しぶりの獲物だな、夫婦。この頃のヤムチャ強い感じしたんだけど。すげえ、廊下夫婦系。いいね、書き下ろし、いいね。じゃあ4つ目いきます。せーの、ドン。わ、切ったチーレン。すっげえ、このチーレン、くわ、破けてるとか、もうほんと身勝手の悟空と戦ってるところかな。ジレン、かっこいい。レアだね。力は全てを許してくれる、たとえ過去でもな。いや、いい。ほうほう、すごいね。じゃあ次が、5つ目。5つ目いきます。せーの、ほい。お、来た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 。かっけー、かっけー、めっちゃかっけー。悟空身勝手きた。スーパーレアか、これは。あ、スーパーレアです。うわー、かっこいい。おめえの思い、オラが受け取ったぞ。うわー、身勝手の極意、超かっけ。うわぁ、すげえかっけ。いや、いいね。書き下ろしっていうのがまたすごいいいよね。でも集めがいがあるよ、このシリーズ。6個目か、次ですね。はい、いきます。せーの、じゃん。お、純粋ブーだ。かっこいいね、この純粋ブーイラスト。すげえ、あ、ノーマルなんだな。あ、いや、ギギギギギギカンカカカカ。元気なもん食らってる時やめたもんね。うわ、すげえ、これかっこいいな、このイラストのブー。はい、じゃあ次7つ目ですね。はい、はい、7つ目、いきます。せーの、ボン。お、すごい、無印悟空だね、これね。少年期ノーマル。あんな強いじいちゃんと戦えてワクワクするんだ。ジャッキーチュンとやってるところね。無天老師だけどね。いいね、クリリンと一緒ですげえシンプル。は
はい、じゃあ次が、7つ目かな。はい、行きます。せーの、ポンと。おお、ブローリー、ブローリー変身前だな。ノーマルだ。カカロット、カカロット、すげえ、ブローリー、ノーマルか。じゃあ次8個目。あれ8個目じゃない、9個目か。あれ9個目か。あ、9個目か。はい、いきます。せーの。お、すげえ、ベジータだ。あの限界を超えたベジータ、レアだ。俺は貴様とは違う、捨ててたまるか。スーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人進化。ああ、そういうネーミングなんだ。SSGSS の進化って感じ。うわー、いいね、ベジータ。はい、じゃあラストですね。ラスト、20個目、合計で20個目いくぜ。最後ラスト、せーの、じゃん。おー、これスーパーレア、ブローリー、ブローリー来たー。あれ、これ白押しだな、ブローリー。あ、ゴッドレアだ。あ、ゴッドレアあったね、そういえば。あれ、ゴッドレアだ。あれ、ゴッドレアって一箱に1個しか入ってないのかな。俺が化け物、違う、俺は悪魔だ。伝説のスーパーサイヤ人ブローリー。うお、かっこいいね、白星なんだね、ゴッドレアは。いやー、すげえ、最後の最後でゴッドレアが出たな。あ、でもダブんのあったな。あれ、20周あと2周じゃん。何が見たこれ。あ、悟空のゴッドレアないのか。あとは、あれ、ブローリーが2つある。あ、じゃあ、どっちがブローリーやねんのかなと。多分この悟空は多分ね、おそらくですけど、これだよね。これが多分ゴッドレアだよね。ああ、これ惜しかったな。はい。ということでね、これは、ここはチョコですね。これはちゃんとね、真空パックに入れてね、美味しく召し上がりますんでね、捨てたりは絶対しないです、自分は。はい。ということでね、以上の結果となりましたね。はい。いやー、なんだかんだダブらずいけたね。身勝手の悟空も出たし、いやー、これはね、いや、書き下ろしっていうのがいいよね。はい、いやー、これはね、皆さん買った方がいいですよ。うん、まあ、コンビニとかにも売ってると思いますね。はい、まあ、あとは買って、まあ、量販店とかね、そこら辺で売ってると思います。はい、ということでね、今回の開封動画はね、ドラゴンボールカードウェアスアンリミテッドということでね、開封させていただきました。はい、随時ね、まあ、ドラゴンボールじゃなくてもね、いろいろと開封してますんでね、ぜひね、チャンネル登録、あとね、見ていただけましたらぜひね、いいねボタンを押してください。では今回はこれにて、ご視聴どうもありがとうございました。